さあ、2軍の練習場、ひむかスタジアムにやってきました。はい、そこの目の前にはこの青の車ね、こちらが阿部2軍監督の車だそうです。ナンバープレートは特に10とか80ではないようです。ひむかスタジアム、すでに出待ちをしているお客さんたちがおりますね。やはり今年は二軍監督がね変わって注目を浴びてますから、お客さん多いんじゃないでしょうか。中の様子を見てみたいと思います。はい、先ほどの逆サイドに来ています。はい、ここでもすでに出待ちのお客さんがいらっしゃいますね。はい、そしてこのひむかスタジアムから302に行く道があるんですけども、ここまっすぐな道でとても暇なんですけど、ここでですね選手を待つというのもありなんですね。今年はですね選手が自転車で移動しているそうなので、ここで待っていると選手と出会えたりするかと思います。ちょっとね競争の激しい出入り口付近で待つよりも、この移動最中を狙うというのも手じゃないでしょうか。自転車で移動されてます。非常に健康的ですね。あ、またやってきました。お疲れ様です。非常に楽しそうに生き生きと移動されております。あ、歩いてる選手もいますね。あ、移動中もサインをしてくれて、ファンサービスバッチシですね。あ、たくさん人が集まってきました。出入り口付近に行くともう人だかりですからね、なかなかキリがなくなってしまいますので、でもギリギリまでファンサービスを忘れない山根選手でした。素晴らしい、ね、少し泥がついてましたので、ね、内野の守備練習したのかな。